難しい状況ですよね。一方のこちらウィンブッシュです。ケリーのかわしてのエンド。いやウィンブッシュ選手この前の試合ですよねというふうに思いますね。ウィンブッシュには渡さない。ツヤのディフェンス向こうサイドワイドオープン。藤井の3よく見えましたね。今ウィンブッシュ選手のカッティングのところに狙うかなと思ってオフボールの形で打てずないですよね。ここは高田ではファジーカスです。いやー柔らかい右手、ここはもう得意ですよね。少し差を開けられかけましたけれどもついてきます。渋谷ワイドオープン。ヒースの3どうでしょう。来ました。いやーさすがですよね。難しいのかなというふうに思いますね、はい、インサイドケリーが空いていました。いやよく見えてましたね。足を見ていてもすごいあの熱いパフォーマンスしてますね、はい、ただここよく見えてましたよね。ホーキンソンはかなり一度戻す。ベンドラメスリップして中入ってきたケリーアシストホーキンソン。いやうまいですね。素晴らしいスペーシングでした。田中大輝が入っています。田中対ファジカス、いやそれでも決めてきます。パスおしゃれでしたね。ですね。股の下を狙ってヒースが開きました。素晴らしい。ウィンブッシュステップバックスリーポイントエンドワン。これで21点差。このシュートまで持っていけませんでした。ターンオーバー。そして前に走っている藤井がイージーレイアップ。時間を使います。ショットクロック5秒。ウィンブッシュ打たせない。ディフェンスはツヤ。おーあーただ決まりました。ハイロー入れたヒースからキックアウト。エキストラパスどんどんボールを回して最後は長谷川拓のスリーポイント。フットワークしますからね。そうですね。このファイトオーバーでついていくクレモンズに対してディフレクション。チェンバース今度は入っていってのフェイダーウェイ。おおこれも決め切りました。キチェンバ選手フィジカルでファジーカスを押し込んで、いやこのシュートは決まらない。前走っています。マスコそのままレイアップ。最後こちらベンドラメ打ってきますが最後のシュートも入らず。さあ最後のシュートを行きましたけれどもこの前にブザー。ただアグレッシブにこの得失点差というところも考えて。